今はこういうシンプルなこてがしにして結構いい。さっきはなかったけども、うまくなってくるとこうやってずっとこの攻めが続きながらこてがしに入ってるんですよ。こう攻めながら体重を続けるんですよ。こういってこの足が置きっぱなしで何も働かないでこうやるのはよくあるパターンですよね。実際はこういった後ですね、この足が足首、足の指先、膝、骨盤がですね、と攻め続けながらこうやって小手返ともっといいかなと思いますね。でそれを付け加えていきますが、今度はこういった状態、こういって無視されると切り返しをしますよね。小手返し持ってきますけど、この状態、逆はみでこうですよね。入りますから、このここまでやられてもいいですから、とにかく今日やっていただきたいのはこの切り返しの部分、こういってこうです。こちらになります。ここぜひ覚えてそれ持って帰ってください。はい、このこういう崩しです。崩してるね。崩しを打たないで小手足持ってるのは無理なんですよ。だからもう腕力でやっちゃうってことになりますんでね。とりあえず今日はですね、こういってこの崩しをぜひ部分練習でやりましょう。この手の切り返しとこういう崩し崩れますよね。相手が崩れる状態があって初めて持っていけるわけですから。ちょっとこっちを見てください。で、その前の段階はこうです。これこういう状態です。この手は手刀で相手を取られることができるような状態です。この手はこうですよね。ちょっと上段突きですね。こういう状態です。これをこうやってるわけですよね。払うんじゃなくて受け入れる、ね、それをですね、こうやってこういうふうに引いたんですよ。こういう状態を手取りでやってるわけですよね、はい、ですからこういう手になりますよね。で、切ります。こういって、うん、取れるよね。下行けば、こうだよね。下に行けば、こうですもんね。そうやって、何か所かやっぱり攻めところがあってね、それを中に含みながら、その小手がやってね、こうやって。その後、こっちの手を行きます。その手段にですね、崩しを打つ。まずやってみましょうかね。で、それができたら今度ちょっと進めてですね、この後に崩してからうまくできますと。で、一番最後に投げに入るということで、いきなり難しいと思うので、この切り返しとね、崩しをこの崩しをやりましょう。はい、どうぞやってください。